思ったより帰るの遅くなっちゃったな。まだ昨日の MV の修正作業は終わってないのに。あれ、エナから電話。もしもし、どうしたの。ちょっと瑞希に聞きたいことがあって。来週の土曜日なんだけど、もし空いてたらピクニックに行かない？ピクニック？デブショーのエナが外に行きたがるなんて珍しいね。なんでまた？誘われたから、たまにはそういうのもいいかなって。ほら、前にアイドルやってる友達がいるって話したでしょ。あの子が誘ってくれたの。あ、桃井愛理ちゃんだよね。エナすごいよね、アイドルの知り合いがいるなんて。別に、たまたま中学が一緒で仲良くなっただけだって。あとは愛理と一緒に活動してる日の森しずくって子も一緒に行く予定。え、日の森しずくって、あの日の森しずく？ああ、そういえば前に真冬も同じ学校だって言ってたっけ。世間って狭いね。この間私も会ってみたけど、のんびりしたいい子だったよ。さすがに真冬の話はしなかったけど。二人とも瑞希の話したら会いたがってたし、よかったら一緒に行かない？本当？僕も会ってみたい。自分のことが話せないなら本当の友達になんてなれないのに。ああ、ごめんエナ、僕やっぱやめておくよ。来週あたりバイトのシフトが入りそうなんだよね。入りそうってことはまだシフト入れたわけじゃないんでしょ？それはそうなんだけど、ほら、初対面の僕がいたらみんな話しづらいだろうし。二人ともアイドルなんだから、初対面の相手と話すのなんて慣れてるってば。それに、インプットが大事っていつも言ってるのは瑞希じゃん。綺麗な景色見たら、新しい MV のアイデアが思いつくかもよ。ああ、確かに言ってたような。っていうか、今日のエナ、ずいぶん強引じゃない？何かあったの？ちょっと、話そらさないでよね。私はそっちがピクニックに来られるかって聞いてるの。なんか、今日のエナは妙に強引だな。変にかわすと、余計にあれこれ聞かれそうだし。わかった。そこまで言ってもらえるなら、僕も行こっかな。そうこなくっちゃね。ピクニックにはバスツアーで行こうって話になってるの。申し込みの手続きとか必要だから、詳細はメッセージで送るね。了解。楽しみにしてるね。うん。じゃあまた連絡する。はーい。よろしく。ピクニックか。日の森さんと桃井さんにも会えるし、楽しみだけど。しずくちゃん、すごく上達したわね。さっきのターンとっても綺麗だったわ。よかった。レッスンに付き合ってくれたルカちゃんのおかげね。この足音は。二人ともお疲れ様。アイリちゃん、いらっしゃい。アイリちゃん、しずくちゃんから部活があるって聞いてたから今日は来ないのかと思ってたわ。予定より早く終わったのよ。間に合ってよかったわ。ところでしずく、さっきエナから連絡があったの。秋山さん来てくれるって。ほんと？よかったわ。お出かけで
秋山さんの気分が少しでも晴れたらいいんだけど。そうね、エナがあれだけ人のことを気にかけるのも珍しいし、私も力になりたいわ。あら、みんなでどこかに出かけるの？ええ、今度の土曜日に愛梨ちゃんとそのお友達2人と一緒に高原にピクニックに行くの。高原にピクニック、素敵ね。きっと綺麗な景色が見られるんでしょうね。ええ、ずっと前に教育番組のロケで山に行ったことはあるけど、それ以来そういう場所には行っていないから楽しみだわ。あの番組ね、うまい具合に編集されてたけど、いちいち手つきが危なっかしくて見ててハラハラしたもんだわ。だってロープワークも火起こしもとっても難しくて、でもすごく楽しかったわ。なんて話がそれちゃったけど、ともかく当日はみんなで楽しみましょうね。きっと素敵なピクニックになるわね。あ、そうだわ。よければルカちゃんも一緒に行かない？確かに、私かしずくのスマホに来てもらえば一緒に行けるものね。私が行ってもいいの？ええ、もちろん。当日散策時間を長めに取る予定だから、その時に一緒に景色を見ましょう。二人ともありがとう。そう言ってもらえるなら私もお邪魔しちゃおうかしら。嬉しいわ。ルカちゃんと一緒ならピクニックがもっと楽しくなるわね。それじゃあ私も気合い入れて久しぶりにアイリスペシャル弁当を作るわよ。急に誘ったのに来てくれてありがとう。今日はよろしくね。こちらこそよろしくお願いします。今日お気に入りの服着てきてよかった。ねえエナ、本物だよ。テレビとか雑誌で見た本物だよ。二人ともすっごく可愛い。ちょっと瑞希、もう分かったってば。あと声が大きい。人がたくさんいて賑やかだし、これぐらいなら大丈夫よ。来た甲斐があったわね、しずく。東雲さんの大切なお友達にこんなに喜んでもらえるなんて、私も嬉しいわ。そうだわ、名字で呼ぶとちょっとよそよそしいから、秋山さんのことみずきって呼んでもいいかしら。私もみずきちゃんって呼びたいわ。私たちのことも気軽に呼んでもらって構わないから。え、いいの？じゃあそうしちゃおっかな。じゃあ改めて今日はよろしくね、愛梨ちゃん、しずくちゃん。あの、東雲さんも？私？ああ、そういえば名字で呼んでたっけ。私の方もよろしくね、しずく。楽しいピクニックにしましょうね、エナちゃん。エナ、誘ってくれて本当にありがとね。はいはい、どういたしまして。アイリー、もうバス来てるはずだよね。そろそろ乗っちゃおっか。そうね、少し早いけど行きましょうか。ねえアイリーちゃん、みずきちゃん、思ってたよりも元気そうじゃない？そうね、明るくていい子そうだし、エナが言うほど悩んでる様子もなさそうだけど。そうだ、僕お菓子持ってきたんだよね。バスの中でみんなで食べようよ。別にいいけど、浮かれてこぼさないでよ。はーい、
遅い。ルイが駅で待っててって言うから先に来たけど、これなら家に行って一緒に来た方が良かったな。あ、向こうに止まってる観光バス、私たちと行き先が同じみたい。特急に乗ろうって思ってたけど、バスの方が乗り換えもないし楽だったかもな。って楽しちゃダメダメ、だって今回は。やあねね、待たせたね。あ、ルイ、さすがに遅すぎ。って何その大荷物。もちろん、いろいろ準備してきたんだよ。ねねがせっかくショーのためにもっと体力をつけたいっていう前向きな提案をしてくれたからね。にしても驚いたな。積極的に運動したがらないねねがこんなことを言い出すなんて。な、だってルイ、今フェニックスワンダーランドの経営方針が変わっちゃうのをなんとかするために新しいショーを考えてるでしょ。そのショーのために私もできることしたいなって思ったの。あと M も司も体力あるし、私だけいつもバタバタなのも嫌だしそうだね、今できることは全てやっていきたいしね。それじゃ早速高原トレーニングに行こうじゃないか。早速って自分が遅れておいて。っていうか、なんで高原トレーニングなわけ？ただランニングをするより楽しく運動できるだろう。景色もいいし、空気も美味しいし。何より、周りを気にせず新しい演出を試せるしね。あ、まさかその荷物の中身って、ワンダーステージで試せないような危ない装置。だから高原に行こうなんて言い出したんじゃ。おっと、もうこんな時間だ。このままだと電車に乗り遅れてしまうよ、ねね。あ、ちょっと、私は司じゃないんだから、変な装置は使わないからね。